バロン・ウィリアム・トランプはアメリカ合衆国のテレビ番組の出演者である。バロンは第45代アメリカ合衆国大統領、ドナルド・トランプとドナルドの3番目の妻で、現在の妻である、元モデルで実業家のメラニア・クナウスの唯一の息子である。ニューヨーク州ニューヨークシマンハッタンで生まれた。バロンはドナルド・トランプとメラニアとの唯一の息子である。 マンハッタンのコロンビアグラマープレパラトリー、スクールで教育を受けた。2007年からアプレンティスに出演。2017年1月、大統領就任式にて2016年、共和党全国大会にて、右からメラニア、バロン、ティファニー。2016年アメリカ合衆国大統領選挙に、父ドナルドが出馬したことを機に、テレビ出演した。 特にドナルドが選挙人を獲得した際の演出は世界中から注目されている。ジョン・ F ・ケネディの息子、ジョン・ F ・ケネディ・ジュニアが父親の大統領在職中にホワイトハウスに入って以来のファーストボーイと言われ2017年6月に母と共にホワイトハウスへ引っ越した。ありがとうございます。